こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。言霊始めていきましょう。いつぶりですかね、言霊は。これってランダムで設定できないのかな。まあでもこれ全部星6ですけどね。星6レベルマックスだからな。おそらく最強布陣じゃないでしょうか。緑はどうだ。表示条件だ。こう考えてもほとんどやれることはない。パワーっていう、星5は結構ありますがね。3とか結構いいですね。さは汎用性がありそう。手と入れ替えましょう。さをここで保存。まだ育成できるんだ。修練召喚がある。星6が欲しい。パワーアップすればいいんですけどね。お、ちょうどいいタイミングで水、水属性の星6があるぞ。出した幻、恐れるに足らぬ。なんだこの玄武人って。いいえ、500で引けるんですね。ああ、まあそうか。星5は超激レア。勉強になるな。見てた。ああ、はい。お掃除ですよね。ちゃんとやってますよ。
さあこんな感じですね。何引くか、なんかいろいろありますね。これ何、シルバー、はいはい。でもこういうのもいります。こんな感じか。充電召喚1000です。あ、破滅か。これ相当強かったよ。え、なんでこんなやつ。行きましょう。このままで行きます。強いよね。確か前やって倒せなかったんじゃなかったっけ。15ターン以内に倒さないといけない。全部やって、コンボか。こんな相手悪いよね。全然怖くないです。勝てるわけないだろ、こんなの。無人ゲーです。なんで？いかん。7コンボになった。不眠の辛さを思い知りなさい。暑い夜を過ごしましょう。燃え尽きろ！ヤジャの力、いきます。伝えて終わり。まあ、十分強いと思ってんだけどな。まあ結局ことだまんです。あ、もしかして矢に変えられないことだまあるのかな。この辺ことだまの見せ方ってうまいよなと思う。ことはマジおすすめですね。交換できるんだ。
んだこのゴッドブルーって。体力をマックスで回復してくれる。あと成長アイテムなんかもありますね。自動のものなのか。いつものこれやってみよう。もう無理やろうな、行く前だもんね。価値ばっかり本当。え、何これ。色がわからん。こんな色あったっけ。基本的には紫だよなこれ。21,768。みんなでやっぱりやることでも楽しいからな。よく眠るな。子守歌かな。あとバリアみたいなのがあるみたい。異常はちょっと通常のつってあったらいいけどね。私のとこにもないな。私だったらさ、あ、個人同士やるのか。すごいなこの人。通常来た。殺すの。すごいアニメーションなのか。お当たりの兵長。ボスをもう攻めてますね。あ、一体倒した。お前の敗北が人々の喜びだ。いや、おかしいだろこいつ。強い。まあ、今度ダメージは食らいます。結構そのダメージがでかい。あ、周りの勇者は回復しちゃうんだな。カナン。カカンか。え、かな。あんま突っ切ったか。強くなんだ。私の一声で全てが動く。敵を殺すの英雄だ。それで、ボス倒しました。尻尾巻いて道開けろ。あとは、雑魚一体です。私行くまで倒すんじゃないの？これは。白衣。背景。E が二つあればな。傀儡。鳥か。いや、
これでも。あれ？あれ？君の歌が聞こえる。回復術師。僕だって。海を怒らせないで。やった。え、なんだ。どうしたんだろう。え、これ解放できるんだ。ことが。中で眠るルコアさん、いいですね。こういう進化ができないかな。挑戦しましょう。中級でもいいや。来るかな、これ選んで。あ、そうか、色はそれで合ってるのか。どうかな、これで乗ってくれる人いるかな。ないよね、解散。イベントもあります。なんでしょうね。まず11回のやりましょうと思った。これは無理。なんだこれ。緑だったっけ？時間関係は。なんかいろいろアップするみたい。ウィーウはちょっとね。なるほど、こういうふうにチェンジするのか。そういうんだな。はん。
行っちゃうんだ。ナコンボになりました。観察官。その命スイッチよ。入ってのが悪いか。難しいですね。ペルソナ貴様の命もここまでよ。海賊ソード無理です。力がちょっと力差がありすぎる。本当強い敵多いな。青で戦います。が欲しいな。今日の天気は豪雨でしょう。もう知らないんだから。何これ、敗北はゴージゴージクリアしないとこれ解放できないってこと。ちょっと相手が強いですね。自分の身を守れるのは自分だけ。泣いてる暇なんかないよる。引き続き自分で遊んでいこう。弱点属性募集ってなんだ。赤でいきましょう。誰か遅かったか。無事条件ね。これで絞り込もう。まあまあ人いますからね今。助けてください、お願いしますにないよね。あと一人。3人のまま出発ですね。大丈夫かな。
ょっとなんかいろいろギミック多すぎますね、今のことだま。こういういいですね。おーすごい。まあでもこの時のさ、きれいしなさい。持ってんだ。階段で進みなりな。占いを始めましょう。こいつを叩き込め。え、敵青なんだこれ。敵よく見てなかった。これ敵緑だと思った。敵黄色だと思ってたやん。いや、佐藤だな。まず一旦行かれるのはあなたの方よ。音もなく相手を刈り取るぜ。いいですね、この調子。あ、ボスだけになった。復活するだろうな、ボスだけやったら。担当か、普通だ。とうとう。とうとうか。すげえ。すごいですね、これ。やりますね。19個、あ、解放されました。梅里ってこれ豊田市の地名ですね。参考テープ。担当ってなんだ。火星分解しても、それ以上簡単な塔に分散しない。水を盛んに流れる様。まあやってるだけ楽しいですけどね。
宿題テラスもいいですね。シンカリオンコアボとかあったりして、メインクエスト一つやってみますか。行ってみるか。日本語の言葉は結構あるけど、その言葉は結構あります。ステージ2、ザスってあんの？あります。このコンボ美しさこそ強さだわ。これ好きだな。これが私の愛よ。でも一発ですごいよ、瞬殺だよ。ザサク？落ちましたね。私の愛で満たしてあげるわ。でも倒した？倒しました。
コンボか、なかなかいい言葉を作れない。まだまだ食い足りねえ。私の愛で満たしてあげるあるんだ。その動揺もらった浮き。私の愛で満たしてあげる。倉庫ばっかりですね。ここもしかない。意外と伸びない。私の愛を満たしてちょっと厳しいな。4コンボしかない。ピッカピカだにゃ。目さも目が効きません。ダメージを食らっちゃいます。5コンボは絶対欲しいです。殺意。おお。硫黄か。そうさ。そうさ。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 
キーコーマになった。まだまだ食い足りねえ。音の中相手を変えるぜ。行きました。殺意、そこつってなんだ。痩せてるってことか。たくさんありますね。どんどん言葉を解放していってます。なんか新しい感覚が出てきたね。ね、おそらく。本当にやることは何？木は当然。これですけど、今回やめときましょう。最後にパーティーバトルして終わりますか。時間も時間ですし。分ギア制限という制約もありますからね。なになに、ガチャなのか、10連ガチャなのか、これ赤ですね、属性は非属性。え、最初から星6だ。これは育成せねば。じゃあみんなで遊びましょう。ちょうど赤じゃないですか。出てこないな。これ赤だよな。敵。赤だけじゃないんだ。そういうのは21段で1万8000って。来ましたね。3人でプレイです。うん、道路の上にいる。あ、よかったですね、緑なんで赤で正解です。ありますね。何これ、意外と伸びなかった。その後がダメージは変わりません。ダメージは変わってるけど苦戦してます。連打しちゃうよね。
かに強化しちゃうんだ。パス指一本触れてしまえば。これがかわせるかの。あー弱いな、強い相手が。あんまりダメージ与えないよ。でもいいかもしれない。このもいいね。知らない。さあ。最後上等上等上がってこいや。一旦倒した。ちょっとやばいなこれ。いればね。そもそもあれが属性なのか。時間があまりない。上等上等。ちょっと厳しいかな。厳しかった。でもまあコンティニュー考え中だそうですね。もったいないですよね、確かにね、ここで終わるのは。お、復活した。まあ、湯を木に。醜いものは焼き尽くす。ハープよ、
私の歌に共鳴を。正義執行始めるわよ。頑張った。残り1体もうちょっとでしょ。さすがに13号もとか行く人いたよな。ここに置かれるとちょっとねコピーされるのは嫌だな。ちょっとなんかあの繋がりそうにない言葉ですね。今回倒すのは怪しいかも。コンボになってしまった。なんで急に負けたんだ。それでも勝ちたい。結構やっぱ相手が強いのか。なるんだよな。ハンチ。結局自分からまで回ってくるのか。一回コーティングされてますね他の人。嘘。何それ、なんで一発でやられるんだ。ある一定のもの考えないとできないのか。何やっても多分勝てると思います。あ、難しい。だって上になっちゃうもん。4コンボだもんね。倒せんじゃないの。醜いものを焼き尽くす。やりました。31個開墾ですね。頭弱視のことをサトって言うんだ。ヒントはあのですね、資産鳥のこと、ハンチ、ヒューは地名じゃないの。はい、というわけでまだいけるのか。はい、以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。琴玉のプレイリストも説明欄に記載しています。よろしければ見てください。説明欄にはブログ、ツイッターのアドレスも